はい、大阪府豊中市にある坂本生体院長の坂本です。本日はサプリメントをどれだけ飲んでも軟骨は増えませんっていうことについてお話していきます。軟骨がないって言われる人、まあ膝痛い人は結構サプリメント飲んでる人多いと思うんですね。これですね、サプリメント、グルコサミンとかコンドロイチンとか、まあ、大好きだと思うんですけれども、これ飲んでる人ってまあ良くなる人も確かにいるんですよ。でもまあ全然これはっきり言って軟骨増える効果なんか全くないです。で、サプリメント確かに軟骨成分はあるんですけれども、じゃあ右膝が痛かったとして口から飲んで摂取してですね、それが全部右膝の軟骨に行くかって言ったらそんなわけもないですし、そもそもそんな狙って右膝左膝とかで、軟骨って膝だけじゃなくて股関節とかそういったところにもあるんですけれども、そんな減ってるところの軟骨にうまい具合にこのサプリメント効果出さすっていうのがまず無理なんですよね。そんなこと、まあ、実際軟骨増えることもないんですけれども、飲んだところで、まあ飲むことで体に何かしらの効果はどっかにこの成分は使われているんだとは思いますけれども、そんな都合よく増えることってありません。減ってる部分が、仮にじゃあ左膝、健康な方の左膝ばっかりにこのサプリメントの効果がいっちゃったとしたら、軟骨倍に増えたりしたらどうなりますか。膝むっちゃ伸びますよね。それはそれで歩きにくくなりますけれども、そこのところってどうなんですかね。そんな減ってるところにダイレクトに効かすとかできるんですかねっていうところもまず疑問ですよね。そんな股関節、膝、肩とかいろいろある軟骨のいろんな、軟骨なんて体中いろいろありますから、その狙ったところまずピンポイントで口からしかも摂取してここ増やすことできるのかっていうことですよね。まあ、これまずそんなこと絶対できないので、これで軟骨増えるとかありません。実際むちゃくちゃ飲みまくって、飲む前とレントゲン取って比べてみてください。多分変わらないです。レントゲンとか結構みんな好きですよね。取って軟骨の幅調べるのとか、そういうのやってみてください。一回で、じゃあこれ飲んで確かに楽になる人いるんですけれども、じゃあこれ飲んで楽になる人ってどういう人かっていうと、これもはっきり言ってプラセボです。プラセボです。まあ言ったら思い込みっていうことですね。まあ医者からただの白い何の効果もない粉薬をされて、風邪薬ですよって飲んだら風邪下が熱下がったみたいな、楽になったのと一緒のようなもんです。飲む前にあれだけ宣伝されてるんで、やっぱり効果あるんやろうなっていう気持ちの高ぶりとかがあるので、飲む前からある程度やっぱり期待してしまう人もいます。で、期待して飲むから、あれなんか飲んだ後ちょっと違うような気がする、あやっぱ違うって自分でいいところ探して勝手に動きが変わっていって痛みが改善されていってる、勝手に改善していってるってことですね。勝手に改善しちゃうっていうことですね。膝の状態が改善していくということになります。で、それを、まあ、裏付けるって言ったらなんですけれども、まあ、僕が今まで見てきた患者さんの中で膝が痛い人っていたんですけれども、これサプリメント飲んですごい痛みなくなったっていう人がいたんですよ。で、この人整形外科に最初行ってレントゲン取ったんですね。なんて言われたかっていうと、骨軟骨異常なしって言われたんですよ。つまり骨も軟骨も正常にある、正常な健康な人と変わらない状態ですよって言われて、で、原因不明、整形お得意の原因不明って言われて、膝の痛みの原因分かりませんっていうことで、痛み止めとか湿布渡されて様子見で、ずっと様子見ったけど治らないからサプリメント購入してみたって、で、飲んだら治ったっていうんですよ。で、サプリメントってでも軟骨増やすんですよね。軟骨がすり減って骨がぶつかって痛くなってるから、そこの軟骨をこのサプリメントで増やしてクッションの効果を回復させてあげて膝の痛みがなくなったっていうならまだ100歩譲って分かるんですけども、そもそも軟骨レントゲン取って軟骨も膝も正常って言われてる人がサプリメント取ってなんで改善するんですか、どこに効いたんですかっていうことですよね。意味が分からないじゃないですか。これ説明できます？絶対できないですよね。だって何にも関係ないですからこれ何が痛かったかっていうと、さっきのこのプラセボ飲んだから、患者さんは素人なんで軟骨がどうこうとか言われてるけど、膝痛かったとりあえずなんかサプリメント飲んどったら効くんちゃうみたいな、やっぱり思ってしまうところがあるので、それを飲むことによって、あ効果出るんじゃないかなって、プラセボ効果で、結果
そのおかげで動き、結局膝に負担かけるのって日常の動き方とかなんで、そこが改善されていった。あれ、私これ飲んで調子いいような気がする、もっと前より動けるんじゃないかなみたいなところですね。なったら前の恐る恐る動いたのがちょっとずつ早く動けるようになってくる。曲げ伸ばしもどんどん自分で怖がらずにできるようになってくる。ってなると、ビビってここまで止めてたところが、あ、なんか調子いいような気がすると思ってここまで曲げれるようになってくる。で、やればできるやんって思っていくと、どん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 勝手に良くなっていってるだけなんですね。それで、それをこっちの効果だと思っちゃってるだけなんですよ。で、結局何度増えるとかないんで、変形してたとしても仮にこれ飲んでも意味ありません。なので、こういったものに頼るのではなくて、本当に膝が悪くなっている原因ですね、変形してしまったんであれば、で軟骨がすり減っているんであれば、なんで軟骨がすり減っちゃったのかな、この上と下から押しつぶされてここは削れて軟骨がなくなってしまったのかなっていうような、その原因、軟骨がすり減って骨が狭まっているのって結果でしかないんで、そこの原因をしっかり自分の中で理解してあげて、それに対してアプローチをしていくっていうことでしか、この膝の痛みっていうのは改善していかないので、なんかよくわからんけどサプリメント飲んでたらいいやっていう考えではなく、一度自分の生活とかですね、で膝に負担かけてるの何かなっていうのを見直してみてください。でそこを見直していくことで膝の痛みっていうのは取れていきます。今日この動画を見てもらって、一つサプリメントが効かない人、まあ、聞いてる人はまあいいと思うんですよ。これで効果出て膝治ってるんであれば、サプリメントも全く悪いっていうわけではないので、散々否定しましたけど、なのでそういう人は飲んでもらっても構わないですけど、聞いてない人はもうこれに頼っても無駄なので、一度生活を見直すっていうことをやってみてください。では本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございました。